今やってる漫画リボンの騎士も面白いよ、それはスピリッツだね、読んでます。土屋くんと安住さんがこれから戦うっていうね、アマの大会でぶつかるところですね。土屋くんは負けれん模様、どうやら安住くんは楽しんでる模様。もう S リオのお仕事でも読んでる、クソハゲ。そういうラノベとかは興味がないんで、残念ながら。福本の将棋漫画出たら読む、絶対読まん、マジで。もう福本先生の才能は枯れたと思っとるけん、俺もういいです。銀剣が復活するのやったら読んだるわって感じですかね。もう今のカイジとかマジでもうブチ切れそうな展開やけん、あれを喜んで読みおるカイジ読みはおるんかっちゅう話ですわ。月下の騎士は読みたいけどない。カイジ逃亡編、カイジお母ちゃん可愛いだろって、ああウキウキって、カイジが就職って、おいおいおいみたいな、もうマジでもうサブイボが出るもん俺、あれ見よったらうわーってゾゾゾってなる。福本先生ってポンって叩きたいもん俺、どうしたんすかって。しっかり読んでんじゃねえか、ちょっとは見るだろ。マジきっちいわあれ、沼までやな、チンチロと沼が良すぎたってやつだ。あれを福本先生が書いてると思うとゾクゾクするだろう。まだ班長の方が面白えわ。ちゃんと読んでた。でも見ちゃう。もう見張りとかなんかもう、マンションがどうだか。どうでもええっちゅうねん。早く持って帰れやって。保険証でもパスポートでも何でもええけん。早く取り返して、お前どっか行けやって。新展開希望ぬ。だいたいちゃんとマリオが出てきてからおかしくなったやん、あのスーって手をこうゆっくり下ろすっていう、なんしようこいつらって。長すぎるよ一つの下りが。そうやな、銀金と天を生み出すだけで十分。せやな、叩くやつは本当は好きって言ったの誰だっけ。うっびくん、まさか俺はカイジの母ちゃんのことが。13本も大概だったの、17な。もう間違ってるから畜生。コツコツ行こう、姉ちゃんも出てくるぞ。あ、姉ちゃんもおったな、公務員の。姉ちゃんは見てみたいかも。カイジに似てるんだろうな。漫画なんか彼岸島ぐらいしか読んでないわ。彼岸島もひどいぞ、もうマジで。あれも大概ひどくなってきた。もう焼けっぱちにしか見えん。本土に渡ってからもう焼けっぱち臭しかしない。まだな、あのな、彼岸島におった頃は俺はちょっとこうドキドキしよった、斧神とかで、あーってこれホラーだって、もう今とかギャグ漫画なあれ完全に。ダメや、ギャグ漫画になり下がったわ。彼
感じのあらすし知らんでも楽しめる数少ない漫画の方かな。表紙はホラー、義手がほんとすこあれたまに逆とかあるけんの、あの作者マジほんと分かっとんかって感じだが、両方左手とかな、ギャグ漫画やった。っていうかアキラさんがな、おかしいんやってマジで、あんなに強くなるわけねえじゃん。師匠とちょっとお前半年ぐらいこもって修行しただけであんなに覚醒するもんなんかっていう、残だけでどうでもなる漫画道、そんなでかいやつが真っ二つになるわけないだろっていう、あの義手の刀だけでお前なんでそれがお前真っ二つになるんだよ、通天閣もあんなの真っ二つにしたんじゃないか、あれ感染しなさすぎて、いや無理だろう、もう感染してるから血とか浴びてますから、腐るほど。もう実は感染してるんよ。あ、そういう伏線とかあるん。ゆかぽんすこゆかぽんお前相当頑張っとんやぞマジで。ゆかぽんがおるけん今ここあきらさん生き残ってるから、バカザンってザンじゃないんよ。子供なんで出てくるの、子供はもうあの、あ誰やったっけ、子供、子供はあのもうどっか産めに連れて行かれて変なとこ行ってる、残飯食ってる今で、あのクソ食いじじいの上におるやつかなんか言ってるのは、あれは多分加藤だと思われ、俺の予想では。だって勝地じゃないものあれ、こんばんは、ちゃんと読んでんじゃない。いや彼岸島はちゃんと読んどるよ俺、出るたびにヤンマガを立ち読みしてるからね、めっちゃ読んでんじゃん、推測すらできる。伊賀島はネタしか知らないんよ、それじゃダメじゃろ。みかんぶつけとって俺あっころな、あの描写マジ好き、あのぶつけたとこの描写、わっかっけーってマッパのあちらさんがお前みかんをみかんに木ちょっとこうプスって入れたのにバットで打って、なんで当たるしって、まずみかんが破裂するだろって、みかんに暴殺説あんなならねえから畜生、ワットコントロールがしかも片手ぞアキラさん、あの義手なかったから、いや無理だろうそれって、愛媛県人も認めるみかんのみかん使いやったわ、しかもちょうど刺さる、あんなねえから畜生、ちょっとトイレ行ってきます。
岸島飛ばしてる。いやお前らまあまあ彼岸島分かってるじゃん。でももうこれ以上ないだろうって思ってるけどな、あの作者はマジで半端ないから、俺らもうとんでもないことをしてくると思ってるね。そろそろだ、もう見るも大変描写になってくると思われ、今でもまあまあひどかったが、これからはもっとひどいで、もうこうなったら感染者でもうやばいのが出てくるから、姫家、いやもうそんなレベルじゃないな、もうこっからはガチムチマッチョのホモとかも出てくる模様と思っとる。わしはもう今まで虐待の限りを尽くしてきたけど、これ以上あるって言ったらもうそっちだろうと。これはもう鮫島なんか掘られるレベルだよ。下手したら誠司さんが帰ってくるかもしれんぞ、お前ら。これ以上下には行かないだろう。いや上に行くんだろう。新宿2丁目とか出てくるかもよ。危ねえわ。鮫島弟どうなったん？誠司さんは食われた、みやびに。でもなってなんか戻ってきそうな気がするんご俺。バタフライするサンマ出てこないから、あいつらはあの彼岸島の特産品だから出てこない。頭から食われたやつな、うん、あれはひどかった。あれなんで食ったんだろうな。いやもうよくわからんけど、あれは伏線やと思うな俺は。多分戻ってくるぞ誠司さんは。もうあの先生、あの弟の存在忘れてるよ。あもう戻ってこだったらよかった。いやあれでもむごいぞ。あれは鮫島はろくな死に方せんと見るけどな俺は。珍しかったから食ったみたいな感じ、お前ら。小野神様の復活はもうないな。小野神様はもう行ってしまった。凌介も死んだがいいキャラだった。あいつは良かったよ。畜生って、俺に畜生を授けてくれた唯一心臓、マジでくそ悔しいから畜生って。兄貴は殺すべきじゃなかった。いや兄貴はあそこで行ったけんよかったよ。もうエースみたいな存在よな。彼岸島のエースだと思ってる俺は。兄貴はどのジャッジが好きなん？ん？あんなあれあいつや、あいつ赤ん坊のやつ、あとなんかあの割り付き寄ったやつ、ナタ持っとる、あれは怖かった。先生が何のゲームをハマってるか漫画を読めばすぐ分かる。その辺盛り込んでくるやろな。それ初期だろ。あと吉明も好きやったかな俺。よく分からん。ショッピングモールで。あれはひどかったな、ほんと。もうほんとの一発目があれやけんな。これはきっちーってきっちり思いながら読み寄ったわ。ダークソウルもハマったらしい。よっしゃきの彼女もきっちり。でかいワゴン首をつけて興奮してた変態おじい持った。それはあのブレインのおじいな、太郎やったかなあれ。いたいた、そんなの。
なんかまずいまずいってのなんすか、酔ってしまうラーメン屋のような漫画すっごいわかる気がする、うん、で定期的に救済するっていうね、次どうなんだよっていう時に限って救済っていう、悲願坊多すぎだろこれ。まずいラーメン屋なんだかんだで気になるんよ、そういうもの。二冠城はみんなボロクソ言うのに語ってる時楽しそうなんだよな、うん、何でもな、お前確かなんかできたよなって言って絶対いるから、その現場にそういう便利なやつが一般人で、なんでって独占術できたよなってあ、はい、何喋ってるか聞いてくれって、何言ってたこいつらって便利な道具も人も出てくるよ、豚汁きたーってアイテムのような人間しかもなぜか知ってるっていう、お前確かって皆さんバツバツがあったよの万能感、こんばんは、探すシーンは一コマ、まあもし見たことない人がいたらまず一巻から見てください、最初から見ていったら本当にだんだん分かってくるけん、分岐点があこっからかなっていう、最初の方とかもうハーハーしか言おらんけん、まあ今でもハーハーなんやけど、最初はまずハーハーから入るから。表紙はガチ、一番力入れてるのは表紙、お前確かバッツル打ってたよな、あ、はいって、この先生、絵が全然上手くならない、いや、上手くなったよね最初とかの、いや、ていうかなんなら最初の方が上手かったかもしれんっていう、まだ人間してた、今もう人間じゃない、てんちゃんとか初期メンバー全員やられた、まあこれも悲しいことなんだが、もう加藤しかいません、悲しい現実をおっしゃると、もう初期面は加藤です。ケンちゃんの最後はかっこよかったけどな、でも俺はケンちゃんは男だった、それに比べて西山はどうだ、ヒロインは、ヒロインは死んだレイプされて死んだ、レイプされた挙句にあの 鬼化してさらにアキラさんに切られるっていう最悪なシナリオで死にました。好きすぎだろうって、ゲオに行ったら借りれるんで、まあまあ長いよ、Z とそれほどシナリオ変わらんやん、そんなレベルじゃないぐらい悲惨な目に遭います、西山もしょうもなかったな、ほんとあいつもなんか女の子には騙されようやく念願かなったと思ったら悲惨な目に遭い、あげくは雅を語り親友に切られ、丸太を三脚にしとったには笑ったけどな、俺あの時の覚えてるかってアキラってあの時みんなで撮った写真っていうカメラの三脚が丸太だから畜生って完全にあれもう受け狙いだろう、
ふざけんなよって思ったぞ俺。スルメみたいな漫画。こんばんは。あれファンサービスなん、そんなん求めてねえから。よう覚えとるな、あっこは印象残るだろう、彼岸島読んでたら。今丸太少ないよね。でんね、本土になってからあんまり。厳しいぜ。だいたいなんでこんな彼岸島トークになってるんだ。違うじゃろ。こういう記憶だけは、漫画の記憶は覚えてるよ俺。お前のせいだろ。すいません。彼岸島みたいな世界の D やろう。逃げちゃおうかな俺。こっちこっち。俺もレベル上がってるから。あったよ発電機が。あちらさん、伊賀島コラボ頼む。それは無理だろうよ。ああでかした。あったよハッチが。やめろ。いやでも俺ハッチで逃げたよな一回ぐらい、できることなら。この発電機がルインだから畜生。うまいこと言うな。